おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。ラフマニノフピアノ協奏曲第2番をデビューすることとなりました。僕が今年の目標としておりましたラフマニノフピアノ協奏曲第2番をついにね、皆様の前にお届けすることができることとなりました。というのも、コンサート決定！3回コンサートをやることになりました。ラフマニノフピアノ協奏曲が中心となるコンサートです。まあ僕のリサイタルっていう形にさせていただきますので、他の僕のねソロ曲も弾かせてもらって、でラフマニノフピアノ協奏曲第2番を最後にねぶつけるといったコンサートをやらせていただきます。まずはオンラインコンサート、世界中全国どこの方でも同時に見れるコンサートが6月27日おめでとうございます、フォルテ君。次の週、7月3日、土曜日、東京公演。そして、7月4日、名古屋、日曜日。この3公演には、すごい個性があります。どういうことかと言いますと、オケパートを弾いてくれる小針くんっていうね、僕が今までずっと YouTube で練習とか、いろいろ出してきたと思うんですけど、その方と今回やるんですけども、まずオンラインコンサートはヤマハのフルコンサートピアノと可愛いのフルコンサートピアノ、まさかのね、はい、共演しちゃいますと。はい、これすごいことですよ。これオンラインコンサートですっごい楽しめると思います。ですのでぜひ皆さんチェックしてください。そして7月3日これもまたね、異常事態発生です。どういうことかと言いますと、豊洲シビックセンターホールってとこでコンサートやらせていただくんですけども、まあ僕はねファツオルで弾きます。そこにファツオルが入ってるので。そしてまさかの初折りを持ち込むことに成功しました。オーケストラパートのピアノ弾いてくれる小針と僕が共演します。2大初折りです。初折りがすごい珍しい楽器なのに、さらにまた珍しいものを持ち込んで、そしてラフマニノフでやると。ピアノ協奏曲がね、もう初折りの音がウォーってなりますよね。7月4日の名古屋公演ではスタンウェイとスタンウェイ×スタンウェイのピアノコンサートをやらせていただきます。まあなんて豪華な3公演となっているのでしょうか。皆様ぜひ楽しみにしておいてください。この3つのコンサートね、全部来れる方はすっごい楽しめると思います。なぜかっていうと全部違う楽器なんでね、もう個性がもうバンバン伝わってくる。でもし名古屋の方とか東京の方、リアル公演行ける方はオンラインと一緒に比べてみると、またこれも楽器の個性強えんじゃってなるので楽しみにしておいてください。そしてね、まあ、大事なね、はい、発売日のお知らせですよね。はい、これから言わせていただきます。まず、7月3日と4日、東京の2大ファツオリと、名古屋の2大スタンウェイの、コンサートの発売日は、5月31日発売開始となります。この僕がね、今日喋った内容がまとまって、情報各公演ね、発表されるのは、5月26日です。そちらで、まあ、会場とか時間をしっかり見ていただいて、来れそうな方はぜひお願いします。名古屋公演は市内です。東京もね、東京の真ん中のない豊洲なので、はい、皆さんぜひ来れるかなと思いますので、しかもどちらも土日ということですので、ぜひとも皆さんお越しいただけたらなと思います。僕のデビューするラフマニノフをね、ぜひ聴いてもらえたらなと思います。何百時間弾いたかわからないラフマニノフをデビューさせる時が来ました。そしてオンラインコンサートね、リアル公演行けない方、リアル公演行ける方、どちらも同時に見れますので、オンラインコンサートもぜひお願いいたします。オンラインコンサートのチケットは5月の25日か6日付近で、ちょ前後すると思うんですけども、発売できると思いますので、もうしばらくお待ちください。はい、また僕からね情報を公開させていただきますので、まずこの動画を出したのは皆様に予定の確保をお願いしたくて出しました。6月27日は夜公演です。オンラインコンサートで、スマホでもテレビでもね連携してたら見れますので、はい。そして7月3日は東京の方、夜公演ですのでね、はい、土曜日の夜です。なかなかホール取れなかったんですけど、まさかの奇跡的に取れたので、ぜひ確保お願いします。まさかの2大ファツリはもうね、見る機会はほとんどないレアなケースになりますので、よろしくお願いします。7月4日名古屋の方、愛知の方、よろしくお願いします。市内ですので行きやすい場所だと思いますので、ぜひお願いいたします。こちらはね、日曜日の昼公演となっております。
そしてね、まあ名古屋に関しては僕人生でもしかしたら初めて、もしかしたら一回行ったことある可能性があるけど、もう記憶にないので、まあ本当に初めて行かせていただく場所っていうのはあるので、まあほとんどの方が僕と初対面の方が多いかなと思いますので、ちょっと今回名古屋公演だけは僕のね、特別名刺を皆様にね、チケット特典として付けさせていただきますので、名古屋の方ぜひね、僕を受け入れてください。特典です。お願いします。というわけで皆さん、ぜひ、オンライン、そして会場でお会いしましょう。僕もラフマニノフ、こっからさらに何百時間も練習してさらに仕上げてピカピカでいきますので、よろしくどうぞ。それでは、バイバイ。マッチョ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